これからクリスマスの靴下を作ります。まずはじめに半分に折り筋をつけます。そしたらもう一度折ります。これを一度開きます。そしたら縁の上の縁の部分を少し折ります。そしてこれを裏返します。そしたらこの縁を中心に合わせて折ります。反対側もやります。これを裏返します。このついている折り筋で上に折ります。そしてここの部分を少し残して下に折ります。これを裏返します、ここを半分に折りながらここの上の角を反対側のこの隙間に差し込みます。そしてここの土をつまんで引き上げるように折ります。そしたらこの角を内側に折ります。下の角も同じように内側に折ります。これでクリスマスの靴下の出来上がりです。